お久しぶりですこんにちはあの今回は本当に久しぶりになっているので申し訳ないですけどよろしくお願いしますまずはこの日 sm タウンに行ってますまずあの舞ちゃんという大好きなお友達と遊んでるんですけど財布まさかのお揃いです運命ですであのこの日の服装こんな感じ。私あの携帯と言る時の指めっちゃキモいのキモいんですよね小指がいつも立っちゃってますであのこんな感じでまずはえっと銀座のパリのワイン食堂っていうあのステーキ屋さんに来ました まあステーキ以外にもいろいろあったんですけど、あのみんなステーキ食べてたので、私もステーキ食べます。こんな感じです。多分ステーキは看板メニューでめっちゃ安いっていうか。千五円ぐらいで、この感じのステーキのプレート食べれるんで。本当ランチに行くのが超おすすめです。最後紅茶までついてました。で、あの、お会計します。で、この日は結構サクサク動いてます。で、移動します。あの、ドーバーストリートマーケット銀座店に来ております。で、ここにはカフェ目的で来たんですけど。 テンさん NCT のテヨンさんマイさんはテヨンペイなんですけどあのが、えっと、あこれ言っってよか,ったかないえ隠してないよう、ね、に別にない,とないと思うんですけどテヨンさんが前日本に来た時にドーバーに来てたっていうのでマイさんも一度は来たかったみたいであの今回来てみました。であのドーバーストリートマーケットの何階かにあるローズベーカリーっていうカフェが今私が東京で一番気に入ってるカフェです。 超可愛いなんかちょこちょこ韓国人オンリーとかが来ててえめっちゃかわい,いいなとかって思ってたんですけどやっと来れましたあの銀座が結構東京ドームにも1本東京ドームまあ東京ドームってなんかいくつか駅あると思うんですけどそのうちの1個の駅に1本で行けるしんか20分ぐらいで着くのであのアクセスがいいっていことであのライブ前にねさすがにね東京ドームでメニューもこんな感じでいっぱいあって超おすすめですかわいいです全部おいしそうでした。 であの東京ドームの周りだとだから多分東京ドームあのライブの日は混雑するしなんかちょっと周り全員お宅だとちょっとその目,目も怖いしっていうことであのちょっとね若干離れたところで落ち着いてカフェしたいなとかって方は銀座結構おすすめでしたで他にも銀座はウエスト洋菓子店とか,なんか結構かわいいカフェとか喫茶店がいくつかあるので。 あの銀座おすすめだだと思いました。あのこれからは東京ドームでライブやるときは銀座に来ようかなと思って。マイさんの爪が本当に可愛いのてか、これもうよく見たらわかるんですけど、マイさん、あのこれテヨンの寝顔の写真寝顔っていうか、テヨンの写真がプリントされてるんです。やっぱりなんか私ちょっと仕事,仕事柄。ワンカラー。いつもワンカラーとかシンプルなグラデーションとかのネイルになっちゃうんですけど。こうやってライブの時とかに。 オタクネイルっていうかしかもなんかその舞さんのいい,とこいいところって言ったらあれですけどイさんの,あのすごいセンスあるなっていうところが「テヨンくん」とか「NCT127」とか書くんじゃなくてなんかもう布団に潜って顔だけ出してる「テヨン」みたいなまあ分かる人が説明してもらってあの見たら「あああの写真ね」ぐらいの。 質感ですあ私あのキャロットケーキ食べてますマジかまジか可愛いかったです爪さすがでしたであのお友達のいちゃんは、えっと、スコーンを食べてました結構ねいろんな、ね、ケーキあって気になったんですけど今回はこれにしましたなんか最近買ったものを着てる可愛い人とかこの人をなんかロールモデルで買ってみました <laughs> みたいな話をしてますもうこういうなんか次やりたいコンセプトみたいなの話せる友達が貴重すぎて本当に出会えてよかったですであの私あのすみません急になんですけど あのメガネ購入いたたししました本当にごめんなさいあのバッグを買ってねもうしばらく買い物はしませんしって思ってたんですけどこれもう絶対買えないと思ってたのにあのまた詳しいねこのすいませんあの本当はバッグ の購入品 Vlog ていうか購入品動画を早く出したいんですけどそれを出してないんでその時にこれまた紹介するんでその時に、ね、詳しい、ね、経緯なんで買ってしまったんですかっていう話はさせていただこうと思うんですけどあの私のツイッター見てくれてる人はこれ私はずっと欲しがってたことはお分かりだと思うんですねでもずっと在庫なくて買えなかったんですけど急に買えることになっちゃってそれが本当になんかちょっと運命的な最近ねちょっと買えるようになってきて人はあの持ってる人は増えてます正直。 はい、嬉しいで,すであの,あのそのドーバーストリートこのビルであのジョーンとかが買い物してる映像とかを見ながらやってますなんか舞、ま、さんのまた好きなところの一つなんですけどあの普通にご飯とかま,あまた財布お揃いですこれもたまたまあの出会う前から一緒の思ってました。もううねあの遺伝子レベルでで趣味が合うじゃなないですけどそのなんか えおしもうあの勝手に趣味があっちゃうっていうあのことがあって結構出会ってから出会ってからっていうかあでこの赤いバッグほんとフェケテっていう大好きなブランドのあの z o z o t ウンで買えるんですけどこのトートバッグの赤を私は あああのののゲットしましままた超超いいいいででですすすせんんんごめなさライブに持っていくバッグで結構困るっていうかおしゃれしたいけどでもなんか普通に物はいっぱいいるしペンラとかも必要だよな、ね、みたいな感じなのであの結構物迷うんですけどであのドーバーストリートをマーケットを買い物します最近ちょっとクレージュをねまたまたっていうか定番なんですけどあの気になってて買いたいなと思っているとこでございます。はいあの でそのライブとかのバッグって結構荷物も入れなきゃいけないってなると結構もうねあのレパートリーがないんですけどこれは革命と思いましたリボンクシュクシュで可愛いし全然なんて言うんだろうあの2肩あってこっちの方は結構うちわとかは入ってもあんまり見えないかなっていう感じであの大荷物の方はこのパターンがおすすめですサイドリボンも可愛かったです。 でつけ爪ネイルチップをライブに向けてつけつけ直してます。で東京ドームつきましてイエーイイエーイ。であのもう本当に夢夢夢に待った待ちに待ったエスエムタウンです。あの私実はエスエムタウンを初めてなんですよね。エスエムタウンはっていうか正直あのエスエムのライブに来るのがこの前の NCT ネーション以来なのでで NCT ネーションであのあのあの,あのこの前台湾に社員旅行行った時に遊んでくれたお友達が とあのまた見いぐりしてあの私にねこのソンムルをねまさかの作ってくれてましたこれどうえ買ったのって言ったらモールで最近作るのが流行ってるみたいであのこのわざわざ A、えー、っていう私のねイニシャルまで入れてくれました嬉しいかわいい使いますであのそう NCT ネーションで SM 2っていうかハマって NCD ハマってるんでまあ超最近の人なんですけどなんで初めての SM タウンですで もう超楽しかったでもなんだかんだ NCT のファンとはいえライズも大好きだしあの小6かな小6なんで多分10ちょうど11年前ぐらいかなにもあの少女時代が好きだったのでなんかなんだかんだずっと SM の人が曲出したらまあなとりあえず全部チェックしとくよみたいなタイプの。 であの,あの終わったらネイルチップ全部剥がれてました暴れすぎてであの一緒の日に入ってた友達とかとちょっとなんかチラッとかえかええ終演後におしゃべりとかしちゃってますであのこのお友達は彼氏と来るっていうあのしかもなんか大体アイドルの見た後に一般の人見るとなんかやっぱりアイドルって素敵だねみたいになっちゃうなんか別々悪口じゃないんですけどあのになるっていうんですけどこの彼氏普通にイケメン あの NCT の後に NCT とかライズの後に見ても全然イケメンですごいびっくりしちゃいました。あみちゃん誰が良かったか話してみて。はい。えっと私はせあの予定通りチソン様が。チソン様が。はい、ああ<ー>。最後さチソンとショートロンでさ一緒に来たの見た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 。よかった。 てかさもう翔太郎がめっちゃなんか目に入ってきてわかるわかるあなたに仲いいと助かるああシルマニアやんなんて <laughs> だ, <laughs> だ<よ> <laughs> もうバッグかわいすぎてずっとニコニコしながら眺めちゃいますほんとかわいいでもやっぱりあの舞ちゃんのカメラがかわいくってなんか今日の Vlog でかわいい映像あったら大体舞ちゃんのビデオカメラで撮ってます大好きだと思います超かわいいんだよ、ね、で舞ちゃんの Vlog も最高でであの見てみてください えあの別の日にあのその日その週の日曜日にあの集合してますし何があったかあの普通に友達と遊んでますでこの日もイちゃん含めて、えっと、ソルミちゃんとミリンちゃんっていうお友達2人合わさって4人で初めて遊べたんです。で基本私休みが合わないんであの絶対合致することはなかったんですけどあの今回はその前日に友達が 結婚仲いい子が結婚したので本来土日は仕事休めないんですけど結婚式って基本なんかあの4次会とか5次会とかまでやって2日がかかりになることが多いじゃないですかで2日休みをね結婚式っていう名目なら、まあ、4ヶ月前にぐらいに言ったらイベント期間じゃなければ休み取れるみたいな感じだったんで奇跡的に休みが取れてで、SM、タウンのためにいちゃんも東京に来てたのでその週そのまま残るって言ってたのでで会えましたやっと本当に最高。 あのもう正直超楽しいですであの私あのバッグこの日ちっちゃかったんでジップロックにお金入れてますであの私最近ラランド超ハマってるんですけどラランドのサーヤさんもサーヤ先生もあのジップロックにお金入れるって言ってましただから何って感じですねはいわかりましたであのまずはパリアあまずあのこの日は4人でフリマに行きましたフリマに行った後にパリア 青山店かなこれはに来てピッサピサのパリアだったんですけどほんとめっちゃ美味しくて量もバッチリでまた行きたいなと思いましたであのさっきやったのはソルミさん考案のクローバーポーバポズですなんか4人でやりたいポーズがあるみたいなのずっと言っててからみんなよろしく当日はみたいなお何時間前からずっと言っててみんな,何,何,何,どんな何やらされるみたいなもしかしたらなんかあの中国人のおばちゃんたちがやってるあの全身で星作る5人組とかでなんか手から混って星にするやつ とかでなんか私的にはそういうのでなんかセルフタイマーでカメラセットしてなんか走って集まって「ベーバシャバシャ」みたいな「イエーイ!」みたいなやつを撮んのかなってあの予想していろんな予想してたんですけどあのまさかのね手で作るクローバーっていうことでね手軽だけど確かに見たことないなと思って今まで最近なんかなんとなくクローバーなんかこれ NCT のお宅だけなのかなんかクローバー流行ってる気がしてて。 であのなんかいろんなリップこの子たちコスメも大好きなんでリップとか見ながらもうリップってコスメって超かわいいねって思いましたはいでこの3人は全員シズニででですすもうう奇跡的にそうなんですで私が今まで別にシズニーじゃないっていうかなんでもなかったんですけどあの最近私も n c t 好きになったのでそれで98年生まれの。 NCT のファンが4人も揃うってなかなかで趣味も合うってマジで奇跡的なことなのであの本当楽しんでますみんなで、はい、ありがとうございいますであので,すであのここは本当に前もこの前も誕生月 Vlog で来てたんですけどその時はソルミちゃんは来れてなくてでかその時は私がソルミちゃんと多分まだ 友達にはななっってなくて知ってく知る人ぐらいの,あの感じ総合総合さみたいな感じだったんですけどあのその後急激に仲良くなりまして普通なんか毎月ソルミタマの仕事終わりにご飯とか行ってるんですけどそれでなんかやっと4人で会えるってなって今回はソルミタマも行きたがってたのででなんかなんかわかんないですけどソルミタマになんかこの前あやみちゃんと舞ちゃんと行ってたあのこのお店 教えてくださいいとかめっちゃ来るみたいででもソルミさんんは行ったここことなないでですすよここに初めて来て来ます今回でもなんかやっぱりそういうちょっと何て言うんだろう誰が誰か分かんなくなっちゃってる DM が結構しょっちゅう来るんですね。で多分なんかその皆さん多分普通にみんな雰囲気とか系統が似,す似てるしなんか Twitter でよく喋ってるしみたいな感じで多分分か,分かんなくなっちゃってると思うんですけどあのはいそルみちゃんは今日初めてです。 なんですはいでもここはお店はもうほんと超可愛くておすすめです予約制なのであの予約していかなきゃいけないんですけどあのでここもね結構ねどこなんですかみたいな来るんですけどマジででああののお店の名前で調べてみてみください、はいは結構私前昔ですよ大昔になんかインスタライブとかなんか適当にやってた時にリクトクライブかな妹の。でなんか DM とかかってて返してもらえるんですかみたいな言われた時に何か「えー、本当に全部返してます」なんか「1個残らず全部返してますよ」みたいな感じで言ってて逆になんか「DM とか返さない人ってなんかどういう感じなんだろう」みたいな「えー、返さない意味なくない?」みたいな思ってたんですけど。あの DM がたくさん おかげさまで DM がすごく来るようになって最近思ったのはあの本当になんか返さないです返せなくなりましたごめんなさいあの物によって簡単に返せるものはすぐ返してるんですけどそれこそなんか、あのー、ちょっと最近はあのー、返すのが大変な DM も多くってでもう一番困るの困ってないですけど一番嫌なのは。 あの質問されてか答えた時に既読無視してくる子です。あのか返してください。<laughs> はい、すいません。なんかでもよくなんかそういうのにいちいちなんか,なんか言ってる人とか、あの前はね。なんかピリピリしすぎじゃないとか。なんかそのカラコン聞かれすぎてもう無理です。みたいなこと言ってる。 方とかたまにいらっしゃゃるじゃないですかいやいやいや答えてやれよみたいな思ってたんですけどちょっとまあねあのちょっと気持ちが分かりました同じ質問が何か何百件とか来てるとちょっとなんかあでもね分かるの,あの相手からしたらねそれ,それは一通なんだよねでもね本当に同じのが来すぎてちょっとノイローゼじゃないノイローゼじゃないですけどあっ またこれねまたこれねまたこれねで多分返してもなんか既読無視されちゃうんだろうなみたいな感じでなんか結構ほんとよくないんですけどなんかちょっと全員同じに見えちゃうっていうかフィルターかかっちゃうんであの本当にあのごめんなさい最近は昔みたいに DM 全件漏れなく返してますみたいなのはちょっと,ちょっとなくなっちゃいました。 で結構なんか難しい質問とか来るんですよ「こうこうこういうもの探してるので一緒に探してください」とか「なんかこ,これこういうの見つけたら教えてください」とか「これのが売り切れてるちゃってるんでこれと同じようなものを一緒に探してもらえませんか?」みたいな質問もちょっといただくんですけどすいませんあの私全然あの何も把握してなくってあの多分ねツイッターとかで「これかわいいと思います」みたいな感じで載せてるからなんかその。 全部のブランドとかいろんなものを把握してるんじゃないかって思ってあの多分聞いてくださってるんですけどマジで何にも知らないんですね何にも知らなくってたまたま「あこれかわいい」みたいなものを適当に言ってるだけなんで本当に私を信じないでください皆さんはいあの何,何の力もないんですあの何も知らないです無知ですで結構まあそうやって聞いてくださったり頼ってくださるってことはあの嬉しいんですけどですっごいね中にはね丁寧に聞いてくれる人もいてなんか そういうのはちょっと返したくなっちゃったりするんですけど、でかい結構返すこともあるんですけど、あの無視してる。あなただけを無視してるわけじゃないってことだけはしておいてください。結構あの結構最近みんなのことを無視しちゃってます。あの別に自慢自慢ってできることっていうか、なんか大きい声で言うことじゃないんですけど、あの？ 前みたいに「えなんか全件返す」って言ってたのに私返ってこないけどなんかもしかして何か言っちゃったかなみたいなのはあの思わないでくださいあの結構全員平等に返してないっていうかあの思いつき次第返してるのであの特にあの寄りすぐりあのしてないので大丈夫ですあの気が向いたら気が,気が向いてあのすぐ返せるようなものは返しちゃってるんであのぜひねそれを参考にしてくださいで結構何とか探してください系は探してみてあったらすぐ返すんですけどなかったら あの既読つけてないことが多いと思うのであの一応全部見てはいますけどあの帰ってこなかったら思いつかなかったんだなぐらいに思ってください。はいすいいすすまませんよろししくお願いしますでの舞ちゃんがその買い物に熱中しすぎてで可愛いもの買えたからってあの自分のマルジェラのバッグを置いて帰るっていうあのすぐねあのメリンちゃんが気づいて届けたんですけどあのそのぐらい買い物にあー あの買い物ホリックです私たちは本当に何か中毒で誰か一人が買い物すると「あのえちょっとまエ、ま、ちゃん買ってるの見て私も買うことにしたから」みたいなことをみんな言い出してもうさっきあの私が自分で DM の話ばっかりしちゃったせいで何も言えてないんですけどもう試着とかし,、ま、してる映像を見たらわかる通りもうみんな3人とも服がめっちゃ似合うのでそりゃ買い物も楽しいだろうねっていう。 それは服も買いたくななるわなだって飾ってあるより自分が着た方が可愛いんだもんっていう感じでしたソルミ玉は舞玉のビデオカメラの撮り方まで習得してるのであのさらっとね撮ってあげる、ね、気遣いまで完璧です見てくださいこの服装ももうみりん玉は毎度毎度色使いとシルエットが天才だしマジ何でも似合うで2人はこのブラウン今あの私の気分のブラウンをうまく活用してほんとセンス抜群です しかもねこの3人は本当にね最近気になってるところとかブランドとかあの新しく見つけた流行りそうなブランドとかもね全部惜しみなく共有してくれるの。でなんかネットで知り合ったオタク友達とかってなんかもうある程度ちょっと不安の中会うことが多いと思うんですけど。 もうね、全員ね、本当にいい子だし、トラブルも起こすことなく、平和に楽しく遊べて、あの、本当幸せです。あの、とっても楽しかったです。ありがとうございます。で、あの、別の日になってます。あの、これは今日の日は友達が誕生日祝いをしてくれて、なんかちょっとそんな大量じゃないんですけど、ちらっとだけ動画撮ったので、それをちょっと共有させてください。で、このの日はもう、あのー どこどこに何時に集合ねとかって言われてたんであのな,なんかやってくれるのかなとかってあちょっとたた多少ね予想はしてたんですけどまさかのめちゃくちゃもう想像はるかに超えるすっごい素敵なお店にを予約してくれててサプライズっていうかその私に知らせずにであのすっごい行きたかったとこだったのでもうほんとさすがもうこの子とはね中1から友達ずっと親友なんでもうほんとな何十年の付き合いなんですけど。 あの、プレゼントで、ルラボのトラベルセットをいただきましたで。それも私が旅行によく行ってるのを見て、その、旅行先のシャンプーとかトリートメントって合わないこともあると思うからっていうので、その背景まで、私の人生背景までね、考慮して、プレゼント選びをしてくれて、もう匂いも質感も最高で、一回なんか自宅で使っちゃいました。あの、すっごい良かったです。本当ありがとうございました。